ゆうまチャンネル、それぞれさあ、今回はですね、テレビ東京の深夜ドラマ、昨日何食べた第9話についてお話しさせていただきたいと思います。毎回毎回、ほんと30分としたわずかな時間なんですけども、いろいろな人間模様があって、私たちゲイ当事者もですね、なんか、あいいドラマだな、ほっこりするなとか、わかるわかる、あるあるとか、ついついうなずいて共感してほろっと涙までしちゃうようなドラマなんですけども、まずオープニングのシーンからシローさんがちょっとしたパーティー、男女の集うところに行きまして、やっぱ男も前ですから、いろんな女性が寄ってくるわけなんですね。名刺くださいとか、連絡先交換してくださいとか、ゲイということをカミングアウトしてないので、そこでこうやって愛想笑いしたりとか、その場の空気で合わせるのが結構疲れちゃうというシーンから始まるんですけどね。そして一方、ケンジさんは美容室の店長さんがなんとちょっと浮気をして、その浮気現場を、女の子、娘さんにバレちゃう、なんで落ち込んでどうしようって悩んでる、悩みを聞いているところから、双方ちょっとこうしんどいシチュエーションから始まるわけなんですよ。それでそれぞれが家に帰ってきて、あ、お腹すいたな、疲れたなって言って、で先にシロさんが帰ってきて自分でナポリタンを作ると。で、その後にケンジが帰ってきて、おい、なんかお腹すいたんだよな、疲れちゃってってなって、ちょっとした余りもんでお茶漬けを作って差し上げるっつって、で、二人それぞれがこうやって食べながら、やっぱり家でこうやって二人で食べてる時が幸せだよね、美味しいねっていうほっこりしたシーンもあるわけなんですけども、そしてですね、その西野さん的にはパーティー行った時にやっぱり指に指輪をつけてないから、フリーだ、既婚者じゃないと思われるので、いろんな女性が寄ってくると、そこでふと思うんです。ここに左の薬指に指輪があったらどんだけ楽なことだろうということで、そのお茶漬けを食べた後にですね、家で、お前ケンジもうすぐ誕生日だろう、指輪欲しくないか、この一言でケンジは、欲しい欲しいよ、すごいもう興奮しちゃうわけなんですよ。そしたら、じゃあ今度後日2人見に行こうよって言って、2人で指輪見に行くわけなんですよね。その時もやっぱシローさんは人目が気になると、なんか恥ずかしいの、お前だけ言ってこいよ、だいたい指のサイズ分かるんだろ、いや分かんないよ、そんなもん人目気になって気にしなくていい、二人でね、男女なんかの指選びくる時は自分自身のことしか考えてないんだから、周りなんか見てないから大丈夫よみたいなノリでですね、二人で結構見に行くわけなんですよ。これね、女性のその販売員の人に個室に通されてですね、芸の人がよく来るんですけど、よく来ますよ、安心してくださいみたいなんで、二人の指を測って指輪がオーダーするわけでして、で後日指輪ができました。で、また違う日に家でご飯を食べてると、まあシローさんが、あ、ちょっと待って、ご飯中なのに、あ、指輪できてから渡すよ、じゃあそこで言うんですよ。もうケンジさんが、違う、今じゃない、ご飯食べ終わった後にゆっくり指輪をゆっくり渡すものだと。もうわかるな、ムードとかが本当に欲しいなって言って、ほんでまたまた CM 入るんですけど、パッとこうやって薬指に光った指輪をまあどこを嬉しく眺めているケンさんのシーンから始まってですね、あーよかったなーって言って、その日は終わるんです。で、次の日の朝、まあシロさんが弁護事務所に行くときに指輪をつけてない、あれ、なんでつけていかないのってケンジさんは言うんです。当たり前だろうが、そんなもん俺は会社で何もそんなゲイだって言ってないのに、それもましてや指輪をして、なんだ結婚したのかって言われて、え、みんなびっくりするだけだろうが、あ、そっかって、え、それにしてもお前ケンジもお前美容室なんだから、美容院なんだからできるわけないだろ、お客さんに当たったら危ないだろう、そうだ私たち二人ともできないわねみたいな、じゃあ家ではしとこうねみたいな、じゃあそんなもん家でもめんどくせえよ、なんでよみたいな、結局指輪って何なのみたいなところに行くわけなんですけども、けどやっぱケンジさんにとってはとりあえず作ったというところ、その過程がとても良かったんじゃないかなと。まあシローさんにとっても今後ね、またパーティーなんかの時には活躍するその指輪、フェイクな感じかもしれませんけども、双方にとってなんかやっぱ絆が深くなったっていうか、あったかい、今回もなんか私は指輪と交換のかな、なかなかしたことないのでいいなと思いますよね。まあ今回まあ毎回見るたび見るたびに、こんなことした恋愛っていいなって目標ができる昨日何食べたでございます。皆さんもゆっくりまだ録画しておいてる方は改めて見返してください。第9話でございました。ありがとうございました。